はい、到着しました。入ります。リバーサイド石垣です。うおー、綺麗。なんだこれ、すごいね。はい、こんにちは、ザツです。今回の題材、石垣島は日本の大体この辺。おっと、小さすぎますね。リバーサイド石垣は石垣島の南部、夕暮れな離島ターミナルからも歩けない位置ではないです。目印はアートホテル。とってものどかでいいとこだったので、ぜひ最後まで見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは行きましょう。ザッツ島旅始まります。夕暮れな石垣湖です。歩いて24分ということなんで、歩けないことはないと思います。それでは向かいます。ここら辺は石垣らしい建物といった感じでしょうか。はい、アートホテルに来ました。でも今日はここじゃありません。地の外れの定時路まで来ました。先にバナナ畑がありますよ。すごい。はい、到着しました。今日泊まる一棟貸しのホテルになります。ホテルっていうんかな、これは。はい、到着しました。入ります。リバーサイド石垣です。おお、綺麗。なんだこれ、すごいね。ベッドが3台ありますね。あとはあちらはソファーベッドかな。ソファーですね。すごっ。セミダブルが2台。うわ、綺麗。お部屋の感じはこんな感じ。すごく綺麗にまとめてあります。デザイナーズですね。見せ張りがありますよ。こちらで照明を吸い替えるようにできるようになってますね。ダウンライトが移動できるようになってます。エアコンの下には絵文書きが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10本あります。こちらは扇風機、結構綺麗な扇風機ですね。かっこいいやつがあります。あと掃除セット。クローゼットは何か入ってるのかな。クローゼットには追加のお布団がありますね。寒い時使ってくださいでしょうか。あまり使う必要もなさそうですね。そしてテレビが大きい、32インチぐらいのテレビがあります。こちらの机もおしゃれですね。全体的におしゃれな感じです。あと奥の扉は何でしょうか。こちら、こちらの奥の扉を開けると、お、なんと洗濯機とですね、乾燥機がついてます。あと洗面ですね。洗面も綺麗だ。こちらはですね、名古屋モザイクタイルが使われてますね。あとアメニティの方がありますよ。こちら後で全部確認していきましょうか。歯ブラシとひげ剃り、あと紙ゴムですね。あと紙をまとめるやつ。その奥にはおそらくお風呂がついてます。お風呂、お広いな。1618タイプといったところでしょうか。横幅はちょっと狭めですけど、縦には長い感じですね。綺麗なお風呂です。そして逆サイド、こちらはですね、多分トイレなんですよ。こちらにはトイレがあります。ウォシュレット付きの綺麗なトイレです。こういうインテリアの類、かなり女性が好きそうな感じですね。 Wi-Fi なんかもついてます。玄関には食器と電子レンジ、そして冷蔵庫が完備されてます。キッチンとですね、電気ケトル、電子ジャーなんかもありますよ。ほんと綺麗ですね。新築の匂いがするんですよね。こちら通常ベッド2台で使って、プラス1台が予備といった感じでしょうか。とても綺麗なお宿です。こちらで一晩ゆっくりします。さて、お値段は。お値段は36,000円。チキチキチキーン。36,000円1泊、一棟貸しで36,000円。だから1人でも3人でも5人でも同じ。なるほど、という形だそうです。じゃあもうちょっとゆっくりします。それではですね、今日はですね、雑馬さんがここで作る、ただあとゆっくりして、かなり疲れてますんでね、長旅で、ただゆっくりしたいと思います。それでは、はい、それでは夕ご飯を買いに行ってきます。近くのスーパーに行こうと思います。うちの子供たちがですね、一生懸命服を畳んでますね。
長期旅行だとこれがこういう光景が見られますね。今だけなんですけど、それでは向かいます。最寄りのスーパーまで歩いてだいたい18分ぐらい、ちょっとだけ遠いかなという感じですね。リバーサイド石垣の周りこんなんですよ。まあ目の前何もなくて最高じゃないですか。道はありますけど、めっちゃにゃんこいっぱいいますね。ここら辺倒れてね、あ、やっぱ逃げちゃうか。すげえ威嚇されてんね。なんかやつだな。八重山農業高等学校だそうです。学校にもシーサーがありますね。普通のスーパーに八重山そばが売ってます。このシーサーボール気になりますね。今日はこちらを買ってきました。刺身用シビマグロ、中身汁って言うんですかね。あとボイルのスルメイカ、あとワシタポーク、ソーキですね。あと島豆腐ともずくです。楽しみです。はい、今日のおかずは島豆腐、もずくとですね、あとソーキですね、軟骨です。あとお刺身、イカが入ってます。あとランチョンミートですね。はい、あと中身汁です。はい、こちらでいただきます。はい、オリオンビールです。いただきます。これいる人見よう。あ、もっと欲しかった。ちょっと違いだ。こっちがこれか、ね。はい、いただきます。はい、乾杯。美味しい。美味しい。マグロ。はい、島豆腐いただきます。美味しそう。お、濃厚。あ、マグロいただきます。どうする。あと中身汁いただきます。これは白もつが入ってますね。じゃあゆっくり食べていきます。はい、ごちそうさまでした。片付けします。ちょっと残っちゃったの明日食べますね。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね7時ちょっと過ぎですね。朝になりました。外の景色はこんな感じですね。晴れてますよ。今日はですね1日こちらで観光していこうと思います。レンタカー借りてぐるっと一周回っていきます。一周回れかどうか分かりませんけど、島が結構大きいんでですね、楽しんでいこうと思います。それでは朝ごはんの方食べますね。はい、それではですね今日の朝ごはん、こちらの沖縄そばのカップ麺に昨日の夕ご飯を織り交ぜて食べようと思います。それでは、はい、お湯を入れていきます。熱湯5分ですね。うう、よいしょ。はい、5分経ちましたのでいただこうと思います。こちら七味唐辛子がついてたんですけど、私辛いのダメなんで置いとこうと思います。はい、いただきます。よし。こちらにですね、あの昨日の夕ご飯の残りの軟骨ですね、早期軟骨を入れようと思ってます。こちら、おお、美味しそう。いただきます。ちょっと固めですね、やっぱり早期そばといえば。はい、おちゃんとした早期そばになりました。あとですね、昨日お豆腐残ってるのでお豆腐もいただきます。うん、結構味濃いめですね。はい、それではですね退出します。とても良かったです。一日ゆっくりできました。それでは今日は一日観光向かいます。それでは今日の観光も楽しみですね。パパ2万円って安くない？はい、今から出ます。
はい、それでは本日はご視聴ありがとうございました。ちょっとでも面白いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。